どうも、今回の動画ですね、運動神経がいい悪いとかよく言いますが、それを見極める一番の、効果的なトレーニングをやっていきたいと思います。今体幹トレーニングだったりとか、いろいろその自重トレーニングと言われる、家でもできるようなトレーニングが増えてますが、一番ベーシックで、体全体に効くっていうのは腕立て伏せです。皆さん結構苦手な意識を持たれている方が非常に多いんですけど、これと運動神経がいい悪いも結構関係してきます。運動神経がいいっていうのは、自分の体をコントロールできて適切な筋力発揮ができているっていうようなイメージですね。なのでやろうと思って頑張りすぎちゃうと体がぐっと力入りすぎて逆に動かなくなっちゃうので、なのでそういった意味では、小さい時はそのスムーズにできてたのに大人になってできなくなるっていうのは、いろんな情報が入ったりとか、ちょっとこう体が重くなったりとかっていうのもありますが、そういった部分に関してもこの動画を見てトレーニングをしていただければ、逆に言ったら悪い方でも伸びしろをもっともっと増やせるっていう内容になってますので、ぜひ見て一緒にトレーニングしていきましょう。お願いします。からまず腕立て伏せ、一緒に皆さんやっていきましょう。まずはですね、膝、いきなり腕立て伏せの姿勢になるより膝を立てた状態からやっていきましょう。この状態で肩の真下に手を持ってくるような感じですね。で、手は肩幅に開いて、そのまま胸を地面につけるような形で下ろす。で、そのままぐーっと持ち上げるようにアップする。ダウンしてアップ。で、肩が上がらないように注意してダウンして、その胸で持ち上げる。ダウンして胸で持ち上げる。ラストいきましょう。持ち上げる。こういう形ですね。次は手を親指と人差し指をくっつけて三角形を作ります。このまま同じように胸を近づけてプッシュ。1、お腹、体をこう持ち上げるんですけど、お腹からまっすぐ持ち上げる。2、そうすると胸の内側を使います。3、4、ラスト5、 OK。 ここまでできたら次は先ほどの肩幅の位置よりもワイドにして、なおかつ指先を外に向けます。この状態で同じように少し下げて上げる。1、胸の外側を使っていきましょう。しっかり地面を捉えて持ち上げる。持ち上げる。ラスト5。まずこの 3つの段階が基本的な部分になります。で、次は少し膝を近づけていただいて、足はペタッとついた状態で構いません。このまま頭をくっつけるように下がって持ってくる。これは肩も使います。ぐーっと下がって、その軌道のまま持ち上げる。ぐーっと頭をつけて持ち上げる。持ち上げる。ラスト、はい、 OK。 では次はまた膝立ちになっていただいて、その次は体を胸を地面につけるように一回お尻を下げてぐーっと持ってって伸び上がります。で、元に戻っていく。これで1回。お尻引いて、胸を近づけて、反って、で、元に戻って、同じ軌道で戻る。お尻を下げて、ぐっと持ち上げる。同じ軌道で下げて、戻る。もう一度いきましょう。ぐーっと持ってって上に、下半身には力を入れないように上半身で動かしていきましょう。ラストいきます。ぐーっと持ってって、で、元に戻していきます。はい、 OK。 で、ここで有酸素動かしたいなっていう方は、番外編になりますけど、この状態で手を叩く。
このまま、タッチして、ダウン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 、こういう形でやっていきます。それもできる方は、2回タッチ、2回タッチして、2回タッチ、2回タッチ、2回タッチ、ラストをタッチ、こういう形でやっていきます。はい。ここまでできる方はさらにちょっと追い込んでいきます。片方の手だけに負荷をかけます。右手ちょっと開いていただいて、右手に向かって胸をつけて、右手でアップ、左グッと左でアップ、右右手でアップ、左手を使わない、左アップ右アップ左アップ、こんな感じですね。そうすると胸周り全体に負荷がかかってます。でここからは、まあ、オーソドックスなやつですね。最後やっていきましょうか。腕立て伏せの姿勢、今度は膝つきじゃなくて足を伸ばします。でこの時にポイントは頭を下げない、胸を近づけてプッシュ、1 23 4 5 はい、 OK です。まあ基本的なオーソドックスな腕立て伏せ、まあこれだけできたらあなたもうだいぶ運動神経がいいと思います。ちょっと試しに皆さんやってみてください。でこれを日々やっていくと上半身で体を支えられるようになります。まあ今世の中腕周りそして上半身の力が非常に、低下している、まあ、だからこそ肩こりになったりとか、まあ、その肩よりも手を上げることの動作が少ないので刺激が入らないっていう部分もありますので、手で体を支える意識を作ってあげると脳にも普段入ってない刺激が来たっていう形で頭の方にも血流が回りやすくなりますので、ぜひやってみていただけるとと思いますので、皆さんチャレンジお待ちしてます。